さあ行きましょうか。ポンとテンプレベルマックス。さあ僕のベネットはね、一味違うんですよ。武器が天空だからね。だいたい9機ぞつけたところで1100とかさ、1200とかしか上がらないのよ。普通は、普通の人は1000とか1200ぐらい、普通のレベルだと。私のベネットは本気を出しますか。旧貴族4セットにしましょうか。で、天空、これがもう最強ね。53万です。53万ですよ。で、現時点で攻撃力が2992キャオ。はあ、まずは第一段階だ。さあ見ろ。普通の人は1000とか1200ぐらい、普通のレベルだと、まあ、これぐらい、4200とか。殴ってみて、殴ってみて。どうだ4700。ベネットと従順でもしたか。したけど買わない。なんで俺さ5000いったんだろう。昨日5000いったからやったーって思ってさ、で今テンプ上げたらさ行かないのよ。だからもしかしたらクソバグでさ、クソバグであのマックスにしちゃダメなのかな。ここの842の2割なんだ。違う、いやいや全然わかるよ。あのね、攻撃力アップってさゴミだからね。みんなあの842のこの基礎値の方だよ。基礎値の方の 20% だからちょうどそれぐらいしか上がんないんだ、旧貴族って。基礎値の、ここで基礎値見れるからね、基礎値の 20% だから旧貴族って雑魚だよ。レベル上がれば上がるほど、旧貴族4セットだから、だからその計算が俺成り立ってて知ってたから、あの旧貴族4セットをね、あの世界ランク上がれば上がるほどいらなくなりますよって話してるんだよ。なのにまだ旧貴族使ってるでしょ。もうやめなさい本当に。なんで僕の言うことを聞かないんですか、ベネットに関して。これの 20% だよ、たかだか。だったら回復力4000とか伸ばそうぜ。はい、で幻想爆発について、ベネットの幻想爆発と旧貴族の、まあ、計算の仕方ですね、まあ、ベネットの今顔の下に映ってるこの799っていう数値があります。これってあの簡単に言うと、あの基礎攻撃力値って言って合計の攻撃力値じゃないんですね。でベネットの幻想爆発 の説明だと、ベネットの基礎攻撃力値を基準に一定の割合の攻撃力がアップするという形になってます。なのであのレベルアップと、これ上がるのがレベルアップと、まあ、武器の基礎攻撃力値を加算したものになります。これに対してあの掛け算されていくっていう、パーセントアップしていくっていう形になってますね。で素晴らしい旅レベル1で 56% で、攻撃力上昇率、レベル13でマックス数値、まあ、他のバフが乗らないマックス数値、15がマックスなんですけども13で、119%、はい。なので、799に対して 119% っていう数字があの上がる形になります。ただここで、見落とすところがあるとすれば、命の星座のところで一突のところで基礎攻撃力の 20% に当たる数値を追加するって形になってますが、これが、加算されることによって攻撃力上昇率 119% じゃなくて 139% 799のに上がることになります。電卓で弾くんだったら 799×139% って入れると、数字出ると思います。おそらく1110とかになるはずです。でこれがベネット単体で上がるその攻撃力値 の計算の仕方です。で、まあ、ちょっと補足すると、この799っていう数字にするのは、まあ、刃ですね、天空の刃を使ってこの数値になる、レベル90になってこの数値になりますので、例えば天空の刃の基礎攻撃力値に全く及ばないような、例えば祭礼であったり清風であったり、その基礎攻撃力値の低いものを使うのであれば、ここのかける数字が全く変わってきてしまうので、要するにベネットのバフが乗りづらくなるっていう形になります。はい、でなんで先にこんなこと言うかっていうと、例えばこの後旧貴族のしつけの話をするんですが、ここで例えば基礎攻撃力値が200とか300低い武器を装備して
ベネットを使うってなったとした場合、攻撃力値が例えば、まあ、200だとしたら 119% とか、まあ、139% 上がるんだとしたら、もうそれがもう、もう200以上、要するに旧貴族のしつけ以上の、あの差が出てくるっていう形になるんで、先に話させていただきました。まあ、とりあえずここで終わります。はい、で旧貴族のしつけの場合は、あの元素爆発を発動するとチーム全員の攻撃力が 20% 上がることになります。これってあの 20% って基礎攻撃力って書いてないんですけども、パーセント状態ってやつは基本的にあの基礎のものに対してあのかけます。じゃないと、例えばあのパーセンテージかける、例えば武器のパーセンテージアップがあったとしたら、799に対して武器パーセンテージがアップする、それに対してあの生物とかのパーセントがあの複利みたいな計算になるってことはまずありえないんで、まずあの元となる数値が確定している状態に対してパーセンテージが乗るっていう形になります。それが正しい考え方なんで、旧貴族のしつけに関してはここの基礎値の方であの計算する形になります。ただし元素爆発の場合、ベネットのベネフィールドって言われる元素爆発のアップの場合は、ベネットの基礎攻撃力値を基準とするわけですけども、この攻撃力値旧貴族の場合は受ける側の攻撃力になります。はい、じゃあこれですね、今ちょっとあのキャラクター変えてみたんですけども、じゃあ勝利の方でその元素爆発の旧貴族を受けましょうってなった時に、これが901の攻撃力の勝利って形になります。ってことはこのチーム攻撃力がアップするってことなんで、勝利の、まあ、こちらの数字に対して、まあ、20% が乗るっていう形になりますんで、まあ、これの900、かける、まあ、20% ってことは、まあ、0.2 ですよね。ってことで180ポイントの加算がされるっていう形になります。なので先ほど の計算と一緒に入れると180プラス1110、ベネットフィールド、これが同時にかけると上がるって形になりますね。なので旧貴族を例えば基礎攻撃力値のむちゃくちゃ高い天空の槍の勝利レベル90にぶっ込んだところで、旧貴族の効果は180しかないっていう形になりますね。なのでここの基礎攻撃力値が例えば低いキャラクターでやるとすれば、分かりやすく言えば基礎攻撃力値の低い装備、例えば黎明の神剣とかさ、そういう会心率とか、あとは気候体験みたいなやつ、あれって基礎攻撃力値低くて、ただ追加ダメージがアップするから強いですよみたいな、ああいう形になると旧貴族の乗り方が悪くなるって形になります。なのでベネットフィールドが安定するかっていう話になるんで、旧貴族のしつけは、まあ、全員に対して安定的な火力は上がりません。旧貴族を使う場合は味方の使う武器とか黎明の神剣タイプとかじゃなくて、もうガチガチの攻撃力、基礎攻撃力値の高い武器を使うとノリが良くなってくるっていうのがこれで分かると思います。はい、じゃあ簡単にどれぐらい差が出るのかで、バフなしの状態で遺跡周囲に対して勝利の元素爆発を打ってみました。これ攻撃力が高い元素爆発だとより差が出やすいってことでこれにしました。普通の通常攻撃だとここまで差は出ません。でバフなしだと 47,386 で、旧貴族の 20% だけアップなどであれば、まあ、5200飛んで292、まあ、大体3000ぐらい変わってくるっていう形になりますね。3000ポイントぐらいで、ベネフィールドだけの場合だと 65,300 飛んで8なので、まあ普通に考えて、まあ2万近く1万8000とか上がってくるのに対して3000ぐらいしか変わりませんと。で、まあもちろん両方ついたらそれがまた加算されるんで、まあちょうどまあ2万1000ぐらい上がるっていう形になりますね。まあこれぐらいの差が出るっていうところなんですが、まあこの 20% を例えば3000、元素爆発っていう高い攻撃に対しての3000を取るのか取らないのか、これでもし取るのであればベネフィールドはやめ、ベネットに持たせるんじゃなくて別のに持たせようって話がこの後出てくると思うんですが、簡単に説明すると、まあ勝利とかっていうのはまあ僕の場合は柱を出して元素爆発を打ちます。なので例えば勝利って
あの有給吸気族にして元素爆発の威力を上げるって方多いと思いますよね。まあ、であれば吸気族をそこ4セットにしよう。なんでするのか。なぜなら元素爆発を一発撃って退場するタイプの、彼であれば、例えば有給セットを 15% の岩ダメがなくなったとして、まあ、12秒で元素爆発もあるから吸気族の持続時間12秒に合うっていうのもあるんですが、まあ、1、2秒ぐらいで元素爆発を打って退場するってことであれば、残りの10秒間は他のキャラクターに乗りますよね。だから例えば吸気族、まあ、3000ポイントダメージが減ったとしても、残りの10秒間他のキャラクターの火力が上がればペイできますよねって話なんで、運用の仕方では継続時間12秒の吸気族を元素爆発クールダウン12秒の勝利で回しましょう。だから僕は吸気族を使うなじゃなくて、ベネットに対してはやめましょう。ベネットであれば180とか150しか攻撃力上がらないものに対して、愛され少女っていうベネットの生物を使うのであればどうなるのかで、こうなりますって話で、まあ、ここでは動画としての証拠は別の動画でどれぐらいの回復力になるかっていうところなんですが、1万超えてきます。回復力が今僕の段階で1万500とか回復していきます。で、吸気族の HP ぶりの与えるダメージのもむちゃくちゃ厳選しても7000とかいくかいかないか、それぐらい、6500とか7000いくぐらいってことは、3000から3500ぐらいの回復力の差が出ます。それって過剰回復量なのかどうかっていう話になるんですけども、僕は過剰ではないと思っていて、例えば1キャラだけ回復させるのとかだったらそうなんですけど、吹っ飛んでる間に1秒で回復するのか。で、あとはベネットの回復って 70% になった時点で止まるんですよ。だけど回復量が例えば1万と高ければ、その 70% を超えて 100% 回復する可能性ってのが、上がり幅が5000とか6000とか低いものよりは高い方が、マックスまでしっかり回復してくれる可能性があるっていうのと、まあ、キャラクター全員瀕死状態だと仮定しましょう。その時に他のキャラに1秒移して2秒移してっていうのを繰り返してやって、回復回復回復ってやって、まあ、アタッカーキャラに戻ってきたとして、アタッカーキャラに戻ってきたとしても、まあ、残り時間がしっかりある状態で攻撃力のバフが乗る戦い方ができるっていうところがあるんで、戦略の幅が非常に広がると僕は思ってます。なので基本的に回復力はもう持ちは持ちやじゃないですけど、ベネットに任せて、他のより吸気族の12秒っていう形、高速回転に合う勝利でピンポイントサブアタッカーで打って退場するっていうタイプのキャラクターにやった方が合うんじゃないかなっていう提案を僕は常にやってました。一応これが理由で、ベネットに愛されしてちゃんと回復力を上げる、タフネスを上げる、でサブアタッカーに、サブの元素爆発アタッカーにそういう吸気族4セットにすることが、かなり効率のいいやり方なんじゃないかなっていう提案させていただいてます。ベネットしてました。おめでとうございます、リコさん。うん、しなくてもいいですよ、全然しなきゃダメって人。これなんだと思う、これベネットの基礎攻撃力の 20% に当たる数値って、これなんだと思う。これの方は基礎攻撃力を基準に一定割合の攻撃力アップするってことで、まあテンプ1上がるとさ、だいたい 7% とか上がるから、まあテンプ3ぐらいの差があるんだけど、これってさ、どれぐらいの差があるのって話なんだけど、まあ基礎攻撃力の 20% ってなんだって、さっき言ったここだよ、700